じめっこ、うん、グラビア撮影の時に気をつけてることは何かありますか？いや、普通ですよ。普通ですよ、普通ですよ、来ますよ、そういうのも。え？たくさん寝る、あと、食べない。あ、ちゃんと、いいボディを。1ヶ月前から私は、食べないようにします。へぇ、ダイナマイトボディはそれで見せてるわけですな。小野ちゃんなんかある？一ヶ月、え、あと前日はあんま食べてないですね、私もグラビアの時は。なるほど、一ヶ月ってね、やっぱ手島さんぐらいになっちゃわないと、その、うん、そういうことね。確かな。あと下着前日つけてないんですね、前日の夜ぐらいから。あら、何それは。はあ、うん、そういうセクシーなのがいいんですよ。今の中高生男子は、じゃあ、撮影の前、ノッパン、ノブラなんだって。それなんか待っていいですか、ね、じゃあ撮影の時何もつけてない。それは違うじゃん。それはもう違う撮影行っちゃってるじゃん。そっか、うん。いやいや。デビューしちゃってるじゃない。うん、でも妄想しますよ、いろんな。うん、そういう、あの、男の人と、そういうなんか、エッチい妄想をして撮影に臨みますよ。うん、ええー、そうするとなんか変わってくんの？いや、目つきが、の奥からがやっぱ変わる。ええー、どんな、誰とどんなことするとか想像するの？言える？いや、誰とってその、特定の人じゃなくて、あ、そう。男性っていうカテゴリーで、こう、男の人とベッドの家、ね、上でイチャイチャするとか。先日想像してんだ、一人で。おい、おのちゃんも。するよね。え、あ、そう、あるあるなんだ、グラビアで。カメラを、なんか好きな人だと思って、なんか見つめるじゃないけど、なんか、もう妄想してやってます。はぁ、なるほどね。そうそう